女だけヤモリは、爬虫ュ有林木とトカゲやモクヤモリカフトヤモリ族に分類されるトカゲである。和名は、本種が、日本では沖縄本島の女だけで、初めて発見されたことに由来するが、女だけの固有種ではなく、世界の広い範囲に生息している。万座網より女だけを望む。女だけヤモリは、日本ではこの山で、初めて発見されたが、実際は、 世界の広域に分布している。女だけヤモリが属する不当ヤモリ属のヤモリたちは、オセアニアや太平洋の島々から、インドシナを含む東南アジアを中心に分布しているが、本種は例外的に、日本の南西諸島、中国南部、マダガスカルなど、世界の広域に分布する。アメリカやメキシコの一部にも移入し、帰化している。全長は8から12センチメートルで、 東道長は4から5.5センチメートルほどである。体色には変異があり、開白色、褐色、黒褐色、桃色がかるものなどが見られる。また、体全体に下流状の黒斑を生じる個体もいる。これらの変異は、周囲の温度、湿度などの環境に強く関与するものと思われる。皮膚には大型の鱗は点在しない。日本ヤモリに似ているが、 皮膚の質感はしっとりとしている。皮膚は薄く、外敵などにつかまれる時にはがれやすい。また、皮膚の再生は早い。皮脂は短く、指には水かき状の膜がある。オアフとか扁平で、みじ切れ尾の基部は幅広い。オスの総配節口の全部には21から41個ほどの前後光が見られる。メスには見られない。容体は背面に暗色に囲まれた名色の。 反転模様が入る。一つの指に対し二分した指下板が発達し、指の三分の二から半分を覆い、壁面でも張り付いて活動することができる。民家の屋内や人家周辺の木などに生息している。同書的に分布するホーグロヤ森とは住み分けを行うらしく、ホーグロヤ森が多い環境では見かけられない。ホーグロヤ森が分布しない奄美大島では、民家でも見かけることができる。 食性は肉食性で夜間の照明に集まった昆虫類を食べる。繁殖形態は卵性で1回に2個ずつの卵を2から3回に分けて産む。産卵は3月の下旬から9月中旬にかけて行われるが詳しいことは分かっていない。卵は単メ8ト、mm、ル、長リ1 0ト、mm、ルの楕円型をしており、白色で卵殻は硬く乾燥に強い。 孵化直後の個体の頭道長は約2.3センチメートルである。女だけヤモリは餌用ヤモリの一つとして流通している。カツエサ用ヤモリとして利用されている。数種類のカツエサ用ヤモリと混在した状態で輸入され、入手、飼育ともに容易である。この種の実が輸入されることはない。放乱している生態も多く見かけられ、 卵を孵化させて幼体から飼育することも可能である。ありがとうございます。